新鮮だからよ。辛さだけじゃなく、ほのかな甘みがスイーッと入ってくだろう。ああけど、ガキにはチーッときつかったが。これじゃ!俺が欲しかったのはこれなんじゃ!うわぁ!これじゃ!これじゃ!これだ!これだ!聞きすぎか?そらそうと、アズマのボケはまだ帰ってきひんのか。もうすぐ夕方やで。 たった今早速ジャパン32号を作るぞ。どちらへ行ってらしたのですか？ジャパン32号の材料は伊豆が産地として有名なんじゃ。でそれを求めて伊豆を目指してたんじゃが、三浦ってところにあった。伊豆?三浦?神奈川県の?うん、三浦にあった寿司屋のおっちゃんが分けてくれたんじゃ。伊豆まで走らんで済んだよ。そうですか。 よかったですわ。そういう問題?勝手にいなくなったこととか誰も注意しないんですね。できた!これがジャパン32号じゃ!なんだかとっても香ばしい香り。これがカビの生えない食パンですか?おう!さあ、食え!わいは遠慮しとく。え? どうせこんな体じゃ派手なリアクションも取れへんし。河内さん、もしジャパン32号がうまかったら同じ材料を使うっちゅう誘惑に勝てそうもない。どうしたんじゃあいつ。あ、どうか気になさらないでください。私は遠慮なくこれいただきますわ。せっかくだから僕も。 鼻の中を通り抜ける心地よい風、澄み切った清水がまぶたにあふれてくる。静かさや岩に染み入るセミの声、これこそ松尾芭蕉のわびさびの世界。いえ、これはわさびの世界。ああ、悲しくなんかない、むしろ嬉しいのに涙が出ちゃう。だって 女の子ですもの。月戸さん、変わりましたね。この辛さはわさびそうじゃ。これがわさびジャパン32号じゃ。わさびやで。いやー、三浦で食ったわさびまきもうまかった。っていうか、わさびなら近所のスーパーでも買えると思うけど。そうか、わさびか。店長。なるほどな。わさびに含まれるアリルカラシウは 強い抗菌作用があり、細菌の繁殖を防ぐことができると科学的に立証されている。もちろんカビの発生も抑制できる。せやけど、わさびとパンなんて合うんかい。古くから欧米では西洋わさびのソースホースラディッシュをパンに塗る習慣がある。パンとわさびの相性はバッチリだ。またやられてもうた。さすがですわ、東さん。うん、美味しい。これ結構癖になる味かも。